軍人、ソ連軍大佐。軍を退役後、1997年1月9日から2009年1月14日まで、博士共和国の政府議長を務めた。クラスノヤルスク地方知事、ロシア安全保障会議書記などを歴任した、アレクサンドル・レベジは実刑。ソビエト連邦ロシア連邦共和国のロストフ州、ノボチェルカスクで、労働者の家庭に生まれる。 1976年、リャザン高等空ー式学校を卒業する。1979年まで、白、ロシア、レニングラード及び、シベリア軍管区に勤務する。1979年から1982年まで、アフガニスタン戦争に従軍する。1987年、フルンゼメ将軍大学を卒業する。 1991年第300空挺連隊長。1992年度連隊は、ハカス共和国アバカンに再配置されることとなる。1995年ロシア会員選挙に、ハカス共和国の小選挙区から立候補する。1996年12月22日に、ハカス共和国政府議長に選出され、翌1997年1月に就任。 2000年12月24日に70%以上の支持を獲得して再選される。2002年春に兄で現職のクラスノヤルスク地方知事だったアレクサンドル・レベジが事故死した後公認のクラスノヤルスク地方知事選挙への立候補を表明したが結局立候補を取り下げた。2004年12月26日に政府議長に参戦される。 ロシア連邦議会上院連邦会議の大議員でもあり、上院では予算、財政政策、金融、関税委員会に所属している。2009年1月14日に政府議長を退任。私生活では夫人との間に一難かずめを設けた。2019年4月27日、64歳で死去。ありがとうございます。